はい、どうも、メンズ赤星です。どうも、サクサクミルク赤崎です。ザ・シーツの瀬尾です。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、久々に、ラーメン二郎京急川崎店、行ってまいりました。はい、川崎にございます。ね、お店でございますが、京急川崎駅からね、あの徒歩4分だけど、踏切の隣にね。あ、そう、ね、JR から行くと、まあ8分くらい結構歩いちゃうよ、うん。でですね、これだけは言いたい。川崎二郎といえばですね、あのキャリーパミュパミュ氏も、お忍びで訪問したということで、何年か前に。一時騒然となったんですよ。お忍びでなかったですよ。確かにね。バレちゃったけどね。バレちゃってんですよ。まあ、バレちゃったけど。で、まあ、基本メニューはですね、小ラーメン、小豚、小ダブルと、大ラーメン、大豚、大ダブルということで、トッピングもないんで、三田本店と結構似てますね。シンプルになってるので。なるほど。ただですね、豚ダブルがまたちょっと売り切れだったんで、今回は大豚選択。前回は豚すら売り切れだったんで、今回ラッキーっす。なるほど。キー川崎で行ってみましょう。夜だったしね。夜だった。そう。こちらが、大豚の全部、マシマシで、受けたまっていただきましょう。はい。いやー、美味しそうですね。ニンニクがね、これ、丼分で端っこじゃなくて、上にこう、パーッと散りばめられるタイプだというのが、川崎の特徴。はい。写真見せられてどこでしょうって言われたら、それに。すごい多様するな、これ、なんか今回。まあまあ。キャリーパミパミじゃなく、二郎マシマシですね。ああ、全然そんな、はい、そんなうまくない。いつもそうだよ。いつもそうだよ。ここでなんかね言うけども、あ、そんなこと言ったように豚がね一口でいきましたけども、スープと合わせたらもう揉めてしまうような豚なんでね。柔らかいってこと。柔らかいことね。なるほどね。でまあ、いきなりねニンニクがダイレクトに上部にあるんで野菜を食っていくとそのままもうニンニクをダイレクトで食べてるような感じだからシャワーすることなくうん、でまあね野菜の食感ややくたの豚の柔らかさも相まってるんでやっぱり次々飲めるとまあまあ噛んだらまあ噛めよまあまあまあそれはね次々飲めるって、あんま良くないぜ、あそうですね野菜は飲み物じゃないよさすがにカレーを飲み物とかあるけどさすがにね推奨しない方がね大丈夫かな麺もいきますけども、はい、川崎といえばですね超デロ麺で提供してくれる飲めちゃうじゃん結局ねそんなこと言わないそんなこと言わないけどねいや大好きなんですよ僕も川崎の麺はですよね、デロ加減ね軽くすくっただけでもう自動的に口に麺が入ってっちゃうんでもう本当にそういうことはそういうことはでしょそういうことはですよもうすぐ出てきますからもうすぐ出てきますから私これね私これ思いつきました、もうねドリンク麺ですこれ飲めちゃうんですね結果飲めちゃう別に先に飲めちゃうって言っててもよかったよ、ね、まあ飲めちゃうインターグルのドリンク麺でね本当に、飲めちゃう麺ということでねでまあスープはね驚くここの乳化ということで以前はねなんかもっと非乳化じゃなかったようなイメージあるの乳化してるイメージですかそうあそんなことはないですよ あじゃあ前に俺が行った時に乳化だったのかなたまたまそうなんですねまだね詰め替えタイプの白胡椒ということで、まあ、経済的ということでねこんなちょっとどんどん入れていきますけども上からまあホワイトペッパーなんてどんどん入れていっちゃって、デロ麺と白胡椒を思いっきり混ぜるとねこうパウダー形式ですごい絡むんで、はい、よーく混ぜてかまばうね、いや、バカ馬って書いてあるじゃん呼び方おかしいでしょいいボケが出ましたもう面白すぎるな絶対持ってえだろ久々来ましたね、それ出たの絶対卓上返ししょっぱくなるんじゃなくてねあの、醤油感が増すんで後半にこれ試してみてほしいしょっぱさじゃなくて醤油を試してほしいということでございますねそしてですね唐辛子が2タイプあるんですけどもはいじゃあ、パウダーのチリペッパーがあるんですがこれをかけないんですけどもあーかけないでしょ想像しただけでねやっぱすっごい辛そうだったんで、はい、あ僕苦手なのかな辛いのもしかしたら知らん本人が一番分かるはずだから多分かけないのが好きなんだろうねまあお好みだからね調味料はてなことで今日はねごっちゃんでしたねはいさすがの品評価まあこれステータス見ていきますが、はい、今回マシ度は 85.7 ということで、はい、非常に平均的な二郎でございました、はい85.7 というのが僕はやっと平均が85っていうのが分かりますああそうだね85だったね85っすああそれが平均なんです大体平均だとあそこ基準にして見てったらまあそうねええー、大好きですから僕は川崎あやっぱこの細デロ麺がああやっぱ、川崎あとやっぱ二郎って量的にかっこみたいんでねああやわめがやっぱ僕は好きですねあなるほどね、まあ、歯が弱いからまあ歯がね僕奥歯全部ないんでそうなんですよ歯医者行ってもダメなパターンだねもはやだいぶ長期の治療が必要なんですよはい奥歯全部ない奥歯全部ないんでねよろしくお願いしますはい川崎のジローでございましたはいご存です、はい、
ー